兵庫県に土砂災害警戒情報が発表されました。兵庫県香美町に土砂災害警戒情報が発表されました。現在の雨雲の状況を見ていきましょう。活発な雨雲が県内全域にかかっているような状況です。特に黄色や赤いレーダー以降、活発な雨雲の下では皆様からザーザーゴーといった雨のご報告をいただいております。こちらの地域、降り続く大雨のため土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要になる危険な状況になっております。この後も安全を確保した上でお過ごしください。